今シーズン一番の寒波の影響で、九州北部地方は今日も雪が降り続いています。午前8時の北九州市です。空は一部青いんですが、吹雪がやってきました。もう冬、なんかいきなり冬が来たなって感じがします。気象台によりますと、筑豊地方に出されていた大雪警報は注意報に切り替わり、福岡県のその他の地域と佐賀県の大雪注意報は解除されました。一方、交通への影響が出ています。西鉄は一部の高速バスや路線バスで運転を見合わせているほか、雪や道路の凍結により事故や通行止めが相次いでいます。寒気の影響は今日夕方まで続く見込みで、福岡管区気象台は大雪への注意を呼びかけています。